こら辺ですね。あ、やっぱりちょっと温度も違うんですね。やばい。体感はもっとマイナス5度くらいあるかなと思います。反応がある場所に的を絞って今も何か思いを持ってますか？え、はいって言いました。どうも MTV です。本日宮城県にあります太白山トンネルにやってまいりました。ここはもともと鉄道が走っていたようで、当時は何人も引かれて下敷きになって亡くなられたそうです。それがこちらとなっております。噂ではここで焼身自殺、あとは子供の霊も見かけるということです。とりあえず近隣住民の迷惑にならないように、大きい声を出さないように、突き当たりまで行って向こうから検証したいと思います。天井はこういう感じで鉄になってて、下が少し分かりづらいですが、石とあとはレールがあったんだなっていう、両サイドにくぼみがあります。何かあったんだ。今は物置みたいな感じになってるんですかね。今でいうホームにある、まあ、横穴っていうか、落ちてしまったらそこに入って電車を避けると、そういった穴のようにも感じるんですけど、特にホームではないので。それだけ引かれる方が多かったからか、ここに作ったんでしょうかね。まあ、ここ結構狭くて、電車が通ったらもうそれだけのスペースになってます。引かれてなくなったっていうのはどういうことなのか、ここを歩いて通ってる方もいたっていうことなのか。石材の運輸に使われてたみたいですね。ここにもありますね。珍しくトンネルにしては風が抜けていかない、空気がここで止まってる感じがしますね。すごい湿気と息苦しさはあります。もうすぐで出口ですね。あ、こっちの出口の方が、まあいつもながらちょっとした音に。どこに繋がってんだこれ。あー、正面は一般の道路に繋がってるんだ。木材が切ってここに置いてありますね。なんでだ、行けないようにしてるように感じます。下にはゴミも落ちてるんで、もしかしたらこの辺によくたむろしていたのか、もしくはこの先にみんなが集まりやすいような場所があるのかですかね。先にちょっと行ってみます。いった、いった。ん、なんだこれ。ただ棒が刺してあるだけならいいですけど、お墓じゃなければ。こっちに誰か歩いてったような跡がありますね。ただこの先はもう山になってるので、茂ってて特に何もないかなと。で、一方こっち左側ですね、左側にも少し進めるような道はあるんですが、これを行ったところで、あ、繋がってるんだ。ここの大きく盛り上がった土を中心に両サイドから同じ道に多分繋がってるんだと思うんですが、山菜とか取りに行ってたのかな。多分何もないと思うんですけど、もしかしたらトンネルの上に何かあるのかなっていうので
興味本位で誰かが行ったのかもしれないですね。自分も興味があるタイプなので登ってきました。今この位置から上に登ってきまして、この盛り上がった土の左側にいます。で、今正面トンネル側なんですが、うっすら、まあやっぱ道ではないですけど行けるようにはなっていて、もうちょっと進んでみようかなと思います。今上の方まで来たんですが、特に何もなくて、木を切った跡があるので、まあそういう目的で業者の方が来ていたのかなと思います。今写真何枚か撮ってみたんですけど、一番最後の写真だけなんか白くふわっと全体がなってる感じですね。え？これ分かりますかね？あれ消えた。え？なんで？反応がある場所に的を絞って、びっくりした。何だ、的を絞って検証していきます。反応がある場所に的を絞って、2,3 回なんかセミの声のようで、人が喋ってるような声っていうか、説明しにくいですが、ピピッと、お、ここら辺ですね。反応がなくなりました。反応がなくなった。ここいつも行くようなトンネルっていう、やばい、なんだ、やばいな。今聞こえた、自分の右側で、なんていうんですかね、自分の耳まで声、空気を入れたような声でみたいな、びっくりした。もうちょっと先に行きます。今自分の耳から空気を含んだ声っていうんですかね、この辺から車が走ってて反響してるんで、それもあると思うんですけど、マジかで聞こえると何なの。ちょっとこの辺怖いですね。
にこのスペースは反応ないですね。入り口の方は全く反応がなく、自分が感じる空気感もほとんど、なんていうんですか、ヒヤッとする感じもなく、ただの湿気が漂ってます。さっき自分がビビった出口方向がやっぱ反応もあれば、なんていうんですかね、自分が歩いた反響音が二重に聞こえてるんですよ。ここは大丈夫なんですが、さっきのところですね、二重に、ここから空気が違うんですよね。二重になってて、いろんな、なんか今サーモグラフィーで撮影を開始しました。一番気になる入り口付近にはこれといって、反応はないですね。温度は 11.4 から7くらいですかね。寒くなってきた。で、先ほど向こうから走ってくるような、何の反響音だ。何の反響音か分かんないですけど、向こうからは走ってくるような、さっ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 ていうような、でも特に反応はないですね。で、よく心霊スポット行くと空気が変わったって言うと思うんですけど、それも温度で分かるんで、まあ、実際にその気温と体感どっちなのかっていうのは今から確認します。明らかにこの辺がすごい冷たい感じがするんですよね。さっきが、あ、やっぱりちょっと温度も違うんですね。さっきは 11.4 から7くらいですかね。こっちの方が冷気が止まってんのか。まあ、一般的に言われる温度の違いっていうのは本当多少ですがありましたね。ただ実際に現場で体感するっていう冷たさは本当に背筋がゾッとするような、ゾクッとするような、体感はもっとマイナス5度くらいあるかなと思います。そしたら一応反応があったこの入り口付近でスピリットボックスやってみたいと思います。ここで亡くなった方って、喋ってる間に喋られたのはちょっと分かんないです。不謹慎ですいませんが、ここで引かれた方いらっしゃいますか。ここで惹かれて亡くなった方はいらっしゃいますか。もしいらっしゃればお話ししましょう。え、女性の声。反応がある場所に的を絞って、石材の運輸で使われていたっていうことなので、何かお仕事関係の方なのかなと思うんですが、会ってたらお返事いただけますか。ここで働いてた中で亡くなった方ですか。今僕の近くにいらっしゃいますか。
気配がすごい。誰かいらっしゃいます？今近くにいます？さっきから喋ってるんだけど車の音で聞いてるかもしれないですね。今近くいます？目の前にいますか？少しゆっくりにしました。今近くにいますか？ん？今僕の目の前にいますか？今僕の目の前にいますか？ここで亡くなった方は今近くにいらっしゃいますか？今亡くなった方は目の前にいらっしゃいますか？ちょっと驚いたので。耳鳴り、男性の声。近くいます？目の前います？目の前いますか？ここら辺。今も何か思いを持ってますか？え、はいって言いました。何か伝えたいことありますか？何か伝えたいことありますか？検証が終わりました。今となっては昔使われていた鉄道の跡も森となって、突き当たりは道路となっています。まだこの中に亡くなった方がいらっしゃるとすれば、ここに思いだけ残って時間が止まってるんじゃないかなと思います。サーモグラフィーでは反応はなかったんですが、温度の違いが見えて、少しどういうものかっていう空気感が伝わったんじゃないでしょうか。電磁波検知器では入り口付近と、あと5メートルくらいですかね、進んだあたりで反応があり、スピリットボックスでもその付近では反応があったと。ただ何て言ってるのかはちょっと分かんなかったので、そこだけはちょっと残念かなと思います。近隣の迷惑となりますので、これで以上となります。お疲れ様でした。